そのナンバーワンではなくてオンリーワンな会計士になりたいと思ってます。かっこいい。だってな、うん、7ヶ月とかやもん。苦労してるにしてもな。松本先生のファンなんで、ああ、確かに。大好きなんで、結婚したいよね。はいはい。なんで一番いいねって。めっちゃ良くないですか？あんまり？いや、いいと思います。CPA カレッジ。今日は、合格者の2人に来ていただいています。はい、ご紹介どうぞ。渡辺美美です。お願いします。栗ゆうきです。よろしくお願いします。よろしく。こちらも一発で合格した2人だということで、はい、まあ、いろいろね、聞いていけたらなと思ってますけども、はい、お願いします。緊張感ないな、この発言が。緊張感ないよな。これ多分国見さんやったら違うよ、多分。もっとこうします。もっとこうします。上田先生、いいから。1回生からも目指し出した。1回から1回も7月ぐらいにも入学しました。はあ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 。で、一発で受かってるから、はい、3回生の受かってるよね。そうです。うん、で、そのままこれ君は CPA のチューターで今働いてくれてるから。で、何回か目指したんだっけ。目指したのは、それ考えたのはもう高校ぐらいなんですよ。あ、そうなんや。だけど、勉強し始めたのは、4年の4月。ああ、なるほど。なんか大学生活は大学生活だ。もうやりたいことやりきってから勉強しようと思って、はいはい、1回最初大学1年の時に勉強始めようとしたんですけど、なんかもう他のことすぐ出てきちゃうから集中できひんなと思って、やりたいことやりきってから勉強しようと思って、でやりきったのが4月、4年の4月。そろそろやばいなみたいな。で、4回の4月から CPA 入って、はい、すごい短期で受かってるよね。2年とかどころじゃないよね。だから4月から2級ぐらいまでやったよね、はい、で、4回の4月で入って、本来12月受けるものが8月に担当受けれて、うん、でそのまま論文も受かってるよね。はい、1ヶ月なんですか。そうやね。そうなんですよ、なんか分からんけど。そうやね、この1ヶ月ですか。この人、マジ俺敬語で喋らなあかんの。8ヶ月やで、ね、2年やん。2年です、ね、2年やん、ね、それ最短やん、言ったら、はい、8ヶ月やねん、この人。なんかたまたまです、本当にたまたま。病気やねん。だから多分ツイッターで僕じゃあ見ました。本当ですか。 M って人です。それです、私。お、そう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 。繋がった、繋がった。あの人か。そうです。やばいですね。やばいやな、やばいやな。前代未聞じゃない。マジでマジで病気。だから、もうちょっといい言い方あるよ。もうちょっといい言い方。褒めてね、褒めてね。ありがとうございます。ちょっとだから今日はそういう秘訣をな、聞きたい。まあ一発合格なんで、まあ、いや、2年がなんか遅く感じるけど、いやいやいや、あんまり言えないですよ。マジでマジでマジで。恥ずかしくて。普通ない。普通というか、むしろ2年って素晴らしいけど、ちょっとじゃあ、その受験勉強の、まあ1日のスケジュールみたいな、そういうのを教えてほしいから。まず1年の7月に僕入学したって言ったんですけど、うん、そっから僕1年の3月まで全く勉強しなくて、うん、ゼロ時間でした。普通にも大学生活送ってて、はいはいはい、授業は見てた。授業も見てなかったです。あ、そう、もうそこだけのゼロ。現金預金の実差しか知らんみたいな、そういう状況で、うん、1年の3月になって、あ、これやばいんちゃうかなと思ったんで、もう急いで勉強して、うん、でその時はでも大学の授業とか終わったから、うん、1日6時間とか8時間とかずっと勉強してて、うん、で2年生の9月とか担当の3ヶ月前言った筑前期の時期はもう12時間以上やってました。ああ、はあ、なるほど。で、まあ、担当あってからはそのあとその4月までは全く勉強しず、うん、1日1コマしか見ないみたいなのが続いて、でまたやばいと思って3年生の4月か、うん、からはまた8時間10時間くらい勉強して、うんうん、そのままずっと論文決まっていったり、うんうん、やっぱだからピークは12時間とかやってた。そうです、筑前期は筑前期やってました。ああ、ああ、筑前期じゃなかったらやってなかったです。あ、最初ゼロで挽回した。だってだいぶサボってますもんね、ちょいちょい、ね、最初と担当の後と。僕頑張れない人なんで。頑張れない人がいるから。ちょいは頑張れたんや。そうです、うん、半年ぐらい頑張れるけど、半年超えると頑張れないから、うん、そこはうまく付き合っていきました。あ、なるほど。
で、その何、1週間の間に休みの日とか設けてた？日曜とかは休んでました。ああ、じゃあ収録なんや。そうです。私は、うん、結構4月5月ぐらいは、うん、多分そんなにやってなかったんですよ。4、5時間ぐらい、うん、なんか、うん、その21年目標なんですけど、うん、20年の、うん、なんか早期入学みたいなので20年の講義も見れたんですよ、うん、だから毎日あの財務の計算と管理の授業を1コマずつ見るぐらいで復習もしてぐらいで4月5月行ってて、6月から自習室通うようになって、そこから毎日9時から9時半までずっと自習室いて、なんか朝起きてからもうずっとその顔洗ってる時もご飯食べてる時もお昼ご飯食べてる時も電車乗ってる時もお風呂入ってる時もずっと携帯で講義見てました。すごいね。なんでなんか座ってる時間で勉強してるのは多分10時間ぐらいなんですけど、それもそのなんか見てるのとかも入れたらもっと12、3とかやってるかなと思います。それはちょっとね、安心したもん。私ずっとです、7ヶ月間安心した、安心した。そうしたらかなり無理無理と思って一生間に合ってないんですよ。ああそう。だからじゃあ受かるとは思ってないんや。じゃあ8月担当思ってないです、思ってないです。思ってないんや。え、ぶっちゃけ順位とかってないんだったんですか？論文めっちゃ最下位でしたよ。1000何位とか多分1000何位。受かればいいから。何位だったっけ？僕400とかでした。ああ普通やな。普通です。普通や。でも全然半ヶ月で買った方がコスパはええわな。やばいから。もう全然上位なんて狙ってなかったんで、最下位で受かれば。ああそう。嬉しい。じゃあ計算が得意なんや。計算は得意ですね。そのだから簿記と管理とか、その総勢も得意。そうです、得意です。ああじゃあ計算で引っ張って、理論は正直もうひぼいみたいな。理論はでもその理論もなんか得意じゃ得意なんですけど。マジで病気や、やっぱ病気。うかったんはあの経営学の問題あるじゃないですか。はいはい。あれがなんか現場対応系やったんですよ。そうやな。なんか習ったこと全然出なくて、うん、なんか地頭良ければ解けるみたいな問題が出て、で経営学がめっちゃ偏差値60超えたんですよね。負けた。マジで負けた。12月に経って11ヶ月間経営勉強できたのに負けました、ね。マジで。だってあれ勉強した意味なかったじゃないですか、ほぼ。まあ、なかったけど負けたくないよな。それはな。あれがラッキーでした。だから多分あれ普通にその勉強したことだけ出てたら偏差値多分普通に50とか絶対に押してたと思って。ああそうやな、そうやな。ラッキーです。すごいな。正直僕はロボ落ちてるから、なんかその会計試験の醍醐味を2人味わってないわけや。俺だから講師業してるけど、一発で受かるやつ認めてないもん。なんで？どういうことですか？認めてない？認めてない。やっぱね、会計士試験はちょっと苦労して受かってもらわないと、そんなキビラみたいにスムーズに行ってしまうと、やっぱこう。一番スムーズですよ。一番スムーズすぎる。俺もちょっとそれ認めたくない。結構それなりに苦労ありましたよね。その短いからこその苦労みたいな。僕は苦労ありましたよ。ありましたね。苦労あるかなっていう。だってな、7ヶ月とかやもん。7ヶ月とか苦労してるにしてもな、うん、苦しみの期間が全然違うやん。2年苦労してるんで、俺らも3年以上苦労してるんで、そんなん。ごめんなさい。で、そのスケジュールは結構2人ともきっちり立ててた。めちゃめちゃ立ててました。立ててたんや。ちょっとこれ、なんか、あるんやろ。あります。これ見せるようなもんじゃないんですけど、でもそのなんか毎日今日はこのコマ見るみたいなの書いて、それ以外はもうなんか日記みたいな、なんかモチベーションというか、なんかまあ普通短期すぎて無理じゃないですか。気抜いたらいやそんなすぐ受かるわけないやろって思っちゃうから、それを思わないようにもう自分天才みたいな、すごい自分みたいな、よう頑張ってるわみたいな、めっちゃ褒める。これはでもみんなまだできるんじゃない？書いてました。天才2日連続よう頑張った。ちょっと映してみて。12月担当亡くなった時のやつとかあります？亡くなったことを知った日。ああ12月担当が亡くなった時の日の書いてるわけ。12月担当亡くなった、人生終わり、ほんま悔しい。
8月受かったロケマジ気合いやそう出身のマックさん受かったロケってどこ広島ちゃう大阪です。大阪よ、ね、受かったロケって言いません、なんか若者言葉で。いやーやったロケみたいな。これ大阪でもかなり南の方やで。いやいや受かったです、北です、北です。北かめっちゃ北です。経由かな相当でもこう憎しみが込められてる。そう、私モロやったんで12月目指してたやつがなくなったんで、まあ、確かにそうやな、そうやな。もう自習室で休憩室で携帯いじってときにツイッターかなんかで見たんですよ、はい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 、その瞬間もう涙ブワーって出てきて勉強中に。でも勉強し続けてたんですよ泣きながら。天才クレは僕天才じゃないですそんないやいや私も天才じゃないですよ、もちろん天才クレは経験もですよ僕はそんな計画ってやらなくて、あとがその当年とかの日程表があったんで、それに向けて勉強してみたいな話だったんで、自分でそんな計画は作ってなかったです。なるほど。だから CPA の当例がこの曜日のこの時間にあるから、あ、そうです。それをこうなんか入れていこうかな、スケジュールに。そこに向けて。それに向けて、じゃあこの日財務があるから財務の勉強しようとかっていうのも。あとはその短期合格の秘訣みたいなの、それやっぱ自分を鼓舞すること。自分を鼓舞することと無駄なことはしない。ああそう。もう絶対 C ランクは触れない。C ランクは見て。これやっといた方がいいなみたいな、なんか感覚です。連結とかは多分 C 全部やったし、やりました。でもそんな別に C なんか負担やと思わなくて、なんか解いて分からんわと思った瞬間切るとか、C ランクやけど別に難しくないとこもあるじゃないですか、それとかはやるとか。おうおう、考えた。でも僕 C はまず全切りしてきて、していて、でだんだん余裕が出てきてから少しずつ手を広げるみたいな感じでやってました。一番良さそう。そうやな、それが一番いいかもしれない。しっかりその2年とか3年とかかけるなら多分違うと思うんですけど、短期だけで言うなら、うん、私はあの個別問題集とか、うん、計算の担当対策、うん、問題集とかもやってなかったです、うんうん、計算は例題だけ、理論はあの一問一答担当対策集だけやってたんですけど、それでが良かったなと思います。あ、そうなんや。例題しかやってない。やってないんです。僕も結構そんな感じでした。マジで？いざ絶対計算得意ですよ。計算苦手な人は多分例外から担当まであの応用聞かせられないじゃないですか。聞かせられ。計算得意な人は別例外さえやってればなんかちょっと複雑になってるだけで聞いてること一緒やから別にできるんですよ例外だけで。ああなるほどね。苦手な人はそういうなんかその次個別問題集、担当対策集、当例みたいなその段階踏まなあかんけど。得意やったら例題からボンって本番でも対応できるように。ほんま？違う違う、苦手やからやってなかっただけやったもん。あ、そういうことですか？だから時間なかった全然理由ちゃうよ。違う。でも最終的にあったやろ、論文までには。最終は、個別問題集は全切りしました。ああ、そうだね。で、担当対策問題集も財務はやったんですけど、管理は3分の1ぐらいしかやってないです。あ、そうなんや。へえ。あれ結構やってるわいな結構2人ともやってないんや。やってないです。マジか、マジか。でも良かったと思ってたよ、クレコは。僕はまあ良かったなって思ってましたけど、ね、はい、だって僕発表前からもうチューターで働いてたもんね。すごすぎる。全然良かったと思ってたよ。良かったと思ってました。それなんで、その模試の成績も良かったからとか。なんか模試で A 判定取ったらなんか 90% 受けろって言われまして、じゃあまあ受かってるやろって思って。すごいね。けどまあ、合格発表の時は、もう本当に心臓バックバックで、なんかもう、なんかもう、受かったって見た瞬間に、泣きましたって。いや、泣くよね。泣いて、受かったみたいな。泣かなかった。泣かなかった。うっせやん。完全落ちてると思ってたんで。延期の時泣いたの。落ちてると、本当に落ちてると思ってて。そうかそうか。特攻隊の気分やったんですよ。どうせ落ちてんの、わざわざ確認しに行く、しんどみたいな。で、見たら、あって、え、なんか間違ってると思ったぐらい落ちてると思ってたんで、びっくりすぎて感動とか全くなかったです。マジか。え、なんで受かってるんやろみたいな。あ、そう感じです。それまた醍醐味が足りてないんちゃう。いや、これ本当は私全くドキドキしなかったんですよ。マジでこれもうほんまもう一回受けた方がいいですか。これもう一回受けた方がいいで。ほんま、だってドキドキするよな。めちゃくちゃドキドキ。君にもドキドキしなかった。 A 判定なら A 判定なりのドキドキがあるやん。そう、なんかもう中途待ってるし、落ちたらこれどうしようって思って。そうそうそう。僕ももうこれで落ちたらやめよう思った年に受かってるから、
でしかもめっちゃ成績良かったよ最後の年は。でこれで落ちたら俺もう伸びしろないわみたいな、でもうどうしようでも受かったつもりでいたから手応え的にも良かったし、で落ちたらどうしようっていうそのドキドキ感の中合格してて自分の名前があって俺も泣いたよね受かってたの、財務局に見に行ったの。前の年はネットで見て落ちてたから、今年はネットで見てもなんか落ちてるイメージしか湧かなくって、今年はもうネットで見ずに見に行こうと財務局に。で、直接行って、でしかも僕の時は内定がすでに出てたよ。あ、そうなんですか。合格前に新日本観光庁の内定決まってて、で、受かってたらそのまま採用だし、落ちたら残念ながら不採用ってなる、そういう内定の仕組みで、で、なんかそのね、合格発表が9時からで、でも10時から新日本の祝賀会があった。だからもうスーツ着て番号見に行って、もうそのままもし落ちてたら俺スーツ着て家帰って三脚座りじゃなかったみたいな。でももうスーツ着て行かないと受かった場合に間に合わないからみたいな。ってのもあって結局見に行って、もうマジ俺もう白黒やもん行き死の電車とか。どういうことですか。風景が色ついてない。見たことあるみんなこれ風景がついてない世界ないやろ。緊張しすぎてるから。マジ、まあ、トレ君はちょっと半分醍醐味知ってくれてるから。でもその醍醐味をさらに醍醐味にする方法としてまた一個あって、パソコンを見るじゃないですか。その時にちゃんと自分で白い紙用意するんですよ。上から順番に隠していくっていう。何のプレイやそれ。で、本当に自分の番号が近づくにつれて、もう心臓の高鳴りが聞こえてきて、で、もう次が自分と思った時にはもう止まりました。止まって、見て泣くっていう。それがもう醍醐味なんで、もう ぜひやってください。やりたい、それ。やっぱ変わってるな、二人ともな。変わってるやつは、やっぱ自分のこと変わってないっていうか。本当の方で変わってない。いや、こっちは多分変わってますよ。いや、俺も自分で変わってると思ってないから。いや CPA は良かった点聞いてもらうか。私その CPA の選んだきっかけは、あれなんですよ、手術が個別、CPA だけ個別だったんで、それで私選びました。 あと女性専用で手術あったんで、はい、それで選びました。なるほど。薄い。薄い。こない。薄い。じゃあ、僕、こんばんは。やってCPA のいいところは、内部者やから、そんな。中大な。そんな言うや。これ、下手なこと言うやな。でもまあ、やっぱその、講師の方とか、チューターの人とかと距離が近いんで、その、本当に気軽に質問とか、相談とかができたのが良かったなっていうふうに思いました。あ、これは分厚いよ。まあ、これぐらいな言うてな。もうちょっとこんなん期待したけど。誰でも出てくる。上田先生の講義が良かったみたいなわけ。上田先生の講義は私あれなんです、がっつり見てなくて、その休憩時間にしか見てない、間に合わなかったんですよ、21年かな。そうやな、だからがっつり見てないんです。そうやな、ゆっくりこう見てないから。僕も見てなかったです。残念やな。それやったらこれまでがっつり見てる。ありましたね、多分。僕ちゃんと上田先生の YouTube は全部見てます。YouTube は見てますよ。YouTube は見てくれた。あ、じゃあもうこれぐらい夏見やわ。私松本先生のファンなんで、大好きなんで、結婚したいよね。はいはい。なんで一番いいねって。めっちゃ良くないですか？あんまり。いや、いいと思います。嫌いや。松本先生いいと思います。嫌いや。全然嫌いやね。嫌い。一応怒ってますよ今。これ買ったさ。セキュアじゃないし。ほんまにちょっとこれ。じゃあちょっと今後の2人の展望を聞いとこうか。展望。まあ、会計士としてね、毎度に働いていくわけだから。はい、私はまず、その、監査法人で働くんですけど、そこからまあ独立したいとか転職したいとか、思うかもしれないじゃないですか。だからその時の準備をもうすでにしとこうと思って。いつでもできる状態でいたいっていうのが私のあれな、常に軸なんで。なるほど。だからなんか YouTube 始めようと思って、おー、YouTube でその会計士業界の人にも知名度広めるし、なんかその他の人にもアプローチして、なんかその転職したりとかなった時にそういう話できたりとかするように
YouTube 始めようと思ってて、はい、でそれとそのもう一個は YouTube 始めるのは、なんかその若い女の子に、うん、なんかその自分が自分自身の力だけで幸せになれるとか、うん、その自由でいろいろなんかその自分の選択とかを自由にできるように、うん、なんかその勉強したり努力したり、はいはいはい、なんか武器持つこと、それがきっかけやったもんね、目指した、そうです、うん、大事さを広めたい、私はこうその自分そうやって考えて生きてきて、うん、正しかったなと思うんで、なるほどな、それを広めたい、ミミチャンネル、ミミチャンネルじゃあ次クレ君、将来の展望、とりあえず僕3年生だったんで、うん、この1年間はCPA のチューターとか、うん、あとまた4月からそのベンチャーでインターンも決まってますし、うん、ああそうだね、あとまあ僕 の, その大学の公認会計士の報告者数とかもどんどん増やしたいなっていうふうに思ってるんで、そういったいろんな活動をしていきたいなっていうふうに思ってて、でなんかそのやっぱそういったいろんな活動をしていって、なんか自分にしかできない経験をたくさんしていって、そのナンバーワンではなくてオンリーワンな会計士になりたいと思ってます。かっこいい、恥ずかしいだろオンリーワンな会計士、まあだ名オンリーワンださあ皆さん、一応これで終わっておきますけども、ここなんか言いたいことある？YouTube 見てくださいあと Twitter もフォローしてください。あ、そうやな、出しとこうかな。 M です M です、出しとこうかな。僕はじゃあまあ日吉校とか水道橋校とか大塚目出校にチューターとしているんで、また相談とか質問とか来てください。待ってます。じゃあ皆さん、さようなら。さようなら、ありがとうございました。